こんにちはビーーートルルズワールドニュースです今日はポール・マッカートニーとナンシー・シュベル夫妻が犬を養子に迎えたとの話です。ビートルズのアイコン、ポール・マッカートニーと妻のナンシー・シュベルが、ラベル財団からジェットと名付けられた犬を引き取った。ビートルズのレジェンド、ポール・マッカートニーと妻のナンシー・シュベルは、この新しいペットと一緒に写真を撮り、犬の保護団体がインスタグラムで公開した。写真ではマッカーートニー シュベル、そして夫妻の新しい毛皮の友達であるジェットがカメラを見つめている。ラベル財団がシェアした投稿のもう1枚の写真では、シュベルが膝の上にワンちゃんを抱いている。ローバー、今はジェットに乾杯と、ロサンゼルスに拠点を置く里親ベースの動物レスキューであるラベル財団はキャクションに書いている。私たちはこの小さな子犬が毛皮のような家族を見つけたことをとても誇りに思います。ポール・マッカートニーとナンシー、家を解放し、 動物救助をサポートしててくれてありがとう。ポール・マッカートニーとナンシー・シュベル夫人はジェットという名の犬を養子に迎えたジェットが有名な家族に迎えられたことで興奮した動物愛好家たちからたくさんのコメントが寄せられたジェット新しいお家へようこそとユーザーはコメントに書き込んだジェットラブと別のユーザーは付け加えたラベル財団はロサンゼルスの里親ベースの 501C3 動物救助であり犬の保護 リハビリ、ハビに専念していますラベル財団はコミュニティを広く関与させることを通じて、新生児故時、医療兼、母親と赤ちゃんを専門とすることにより、動物救助コミュニティに奉仕することを目指しています。彼らの目標は、彼らが救助する動物が愛する永遠の家族を見つけ、できるだけ多くの命を救い、責任ある犬の飼い主の重要性について教育するのを助けることです。 この夏はサントロペでバカンスを過ごすスターたちであふれているがペットを養子に迎えるセレブたちでもあふれている今月初めグレン・パウェルもラベル財団から犬を迎えたこのレスキューはペットが愛する永遠の家族を見つける手助けをしホームレスの動物を安楽死から救い責任あるペットの飼い方の重要性を一般の人々に啓蒙することに専念している外はすさんだ世界だから。 そそろそろちゃんとしたボディーガードを雇おうと思ってねとパウエルはキャクションをつけ俳優が小さな犬と一緒に写っている写真を投稿した1.5ポンドの性のパワーを持つブリスケットを紹介しようモダンファミリーの女優サラ・ハイランドはこのニュースにブリスケット愛してるわと反応しトワイライトの愛すべき狼男テイラー・ロートナーはイエースと反応したニューガールのマックス・グリーンフィールドとキャスティングディレクターの妻であるテス・サンチェスは最近 ダーリーンといいう名前の犬を飼い始めたグリーンフィールドはインスタグラムの投稿で彼とサンチェスが新しいワンちゃんと芝生の上でポーズをとっている写真を掲載しこのかわいい子犬を紹介したダーリーンに会おうと俳優が書きレスキュー団体はグアンドウォークのタグ付けしながら世界で一番美しい女の子というハッシュタグをつけたレスキュー団体はインスタグラムのフォローアップ投稿で幸せなニュースを共有し 永遠の家を求めて長い間待っていた6歳のピットブルの養子縁組を祝った。私たちは、私たちのケアで400日の後私たちの美しい女の子ダーリンが私たちのお気に入りのレスキューの支持者の一人である。マックス・グリーンフィールドテッサンス・グリーンフィールドと彼女の永遠の家を見つけたことを共有することに興奮しています。グリーンフィールドの家族がダーリーンと呼ぶ前に子犬に名付けていたダーリンという名前を使った。彼らによると、 ダーリンは100万ドルの犬だそうですと、ワグアウォークは書き、私たちのコミュニストダーリンの素晴らしい里親に感謝します。これ以上の感謝はありません。以上、ポール・マッカートニーとナンシー・シュベル夫妻が犬を養子に迎えたとの話でした。とても良い話でしたね。ジェットの心温まる養子縁組の物語は、レスキューされたペットが養子縁組した家族にもたらす喜びと充実感を思い起こさせるものです。 ポール・マッカートニーとナンシー・シェベルの愛とケアでジェットは幸せと尻尾を振ることに満ちた人生を楽しむに違いないでしょう。今日もビートルズワールドニュースをご覧になっていただきありがとうございます。これからも心温まるポール・マッカートニー関係の話を掲載を続けますのでこの機会にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。